アリソン・リン・リードは、アメリカ合衆国出身、ジョージア、イスラエル、リトアニアの女性フィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスグルジア、代表。パートナーは、サウリウス・アンブル・レビチウス、ワシリー・ロゴフ、オタル・ジャパリゼ。姉、兄は、日本のアイスダンス選手のキャシー・リード、クリス・リード。母が、シンクロナイズド・スケーティング、死刑が、アイスダンスをしており。 アリソンも3歳にはスケートを始めた。2009年3月にオタルジャパリゼと組むまでアイスダンスのパートナーはおらず、アメリカでアイスダンスソロの競技会に出場している。ジャパリゼとのカップルではグルジア所属でバンクーバーオリンピック最終予選の2009年ネーベルホールン坂月に出場し、アイスダンスでのグルジアのオリンピック出場枠を獲得した。 2010年1月にリードはジョージア政府に市民権を与えられ、これによりジョージア代表としてのオリンピック出場が可能になった。なお、リードの父はアメリカ人、母は日本人である。姉キャシー、兄クリスは日本国籍である。2010から2011シーズン終了後、オタルジャパリゼとのカップルを解消。2012から2013シーズン。 ワシリー・ロゴフとカップルを組みネイベル・ホールンハイにイスラエル代表として出場し13位、NRW 杯で6位、ゴールデンスピンで7位に入った。欧州選手権はロゴフの病気のために棄権した。2014から2015シーズン、タリントロフィーで国際大会初優勝。欧州選手権と世界選手権はロゴフとのカップルで初めてフリーダンスに出場した。 シーズン終了後ロゴフとのカップルを解消した。ありがとうございます。